始まります。はい、というわけでですね、皆さんおはようございます。ジェローテ手続きです。というわけで私はですね、今こちら、はい、デッド駅に来ております。今ですね、もう5時になる前なんですけどもね、空はね、かなり明るいですね。まあ、ただですね、あの天気がね、曇りのち雨ということでね、めちゃくちゃ雲が多いですね。はい、というわけでですね、今回はですね、皆さん、鉄道祭りってご存知でしょうかね。はい、最近ですね、鉄道祭りってね、開催されないことが多いんでね、まあ、今のご時世上ね、なかなか開催できないんで、それは仕方ないんですけども、今回はですね、養老鉄道っていうね、鉄道皆さんご存知でしょうか。はい、近鉄の桑名駅から伊比駅までを結ぶですね、路線なわけなんですけども、今回はそのね、養老鉄道で養老鉄道祭り2022というものがね、開催されるということで、今回はそれに行ってきたというわけで動画をやっていこうと思います。イエーイ。はい、今回ですね、その養老鉄道祭り2022に行くというわけですがね、最近のね、鉄道祭りってね、予約制っていうか、はがきで応募して、で、それで当たったら、よっしゃーみたいな感じでね、行くことが多いと思うんですけども、その養老鉄道祭り2022はですね、そういうね、なんか、応募しないといけないっていうわけでもなく、もう、とりあえず来たらお客さん入っていいですよ、みたいな、そういう感じなんですよね。なんか、今の時代ね、そもそもの話、鉄道祭り自体開催されないことの方が多いですし、仮にね、開催されても、なんか、応募制ってことが多いんで、そう考えたらですね、いやー、すごいですよね、本当に。いやー、楽しみですね。というわけで、今からですね、養老鉄道祭り2022に行ってきたというわけで、動画をやっていこうと思います。ちなみにですね、これオープニング撮影ね、10回目ぐらいで成功しました。いやー、よかったです。はい、始発電車にも間に合いますからね。間に合わなかったら、まあ、後取りでやればいいわけですからね。というわけで、早く行こうと思います。というわけでですね、ちょうど始発電車が来るみたいです。果たしてね、何が来るんでしょうかね。はい、22系た嬉しいですね。はい、22系ですね。はい、よかったよかった。何やろうな、絶対第7や、絶対第7ややろうな、マジかよ。今日はね、運転手さん前3人乗っています。始発電車は絶対1人では運転しないんですね、分からんけど。はい、第7や、今更すぎるけど、幕更新してるやん。だいぶ前に更新してるけど、椅子買ったやつやん。前はこれに乗ってね、谷町9丁目まで行きます。じゃあカット。いや、ケツ痛いわ。というわけでね、谷町9丁目に着きました。椅子硬すぎるって、ほんま、もうちょっと柔らかくして、ほんま、なんで硬すぎるわ、ほんま。というわけでね、この駅からはですね、少し歩いて近鉄線の方にね、乗り換えていこうと思います。はい、なんだかんだ言って今年初めての近鉄ですね。4ヶ月経ってますけども、はい、まあ、かっこ京阪那線除くですね。まあ、京阪那線除けば、まあ、初めてです。まあ、京阪那線はね、ちゃんとした近鉄かって言われたら私はそうじゃないと思うんでね。はい、なんでね、今回はちゃんとした近鉄に乗りに行きます。はい、近鉄に失礼やん、これ。というわけでですね、近鉄の改札前に着きました。というわけでね、ここで切符買っていこうと思います。というわけでですね、今回ですね、乗る養老鉄道っていうのがこちら桑名駅から出ているというわけで、まずはね、桑名駅まで近鉄で移動していきます。というわけでね、はい、桑名駅までの切符をね、買ったというわけで、とりあえずこれでね、改札内に入っていこうと思います。それにしても切符通せる券売機だいぶ減ったよな。なんかもうちょっと前多かったと思うんですけどね。というわけで入っていきます。レッツ鉄道旅、OK です。というわけでね、入りました。というわけでね、まずはね、大阪線に乗っていきます。こちら5時41分発急行名張行きです。これに乗ってですね、終点の名張まで行って、今ちょうどですね、表示で出ていた名張からはですね、伊勢中川行きの急行に乗り換えていこうと思います。伊勢中川行きの急行ってまあまあ面白いですよね。というわけで、大阪線のホームに移動していきます。まあね、なんとなく乗る車両は分かってるんですけどもね、まあ、どんな車両なのか見ていきましょう。養老鉄道祭りはですね、4月29日の開催なわけなんですが、4月29日はですね、あちらですね、はい、観光特急青荷吉のですね、運転開始日というわけでですね、まあ、多分ね、今日はね、青荷吉見ることはできないと思うんですけどもね、また近いうちにどんな車両なんかね、ちょっと見てみたいですね。
というわけでね、なんだかんだ言ってね、大阪線のホームに着きます。急行名張行きね。はい、いや楽しみですね。果たして何の車両なんでしょうかね。まあ、ちょっと見ないでおきましょう。なんかパスタしてんの普通に。まあ朝ごはん食べたから、まあ、そんなに食べたいわけじゃないけど。というわけでですね、あの急行名張行きどこ止まってんの。え、まだ来てない。違うな、大和朝倉行きやしな。まだ来てないんか。まあいいや。あ、まだ来てないんだ。まだ来てない。というわけでね、今回乗るのがこちら5時41分発の急行名張行き。なんとですね、急行やのにね、4両編成っていうね、隣の普通電車なんてね、6両編成ですからね。もうなんで4両やねんと思うけどね。まあでもこんな朝早い時間帯にね、あのわざわざ乗る人っていないでしょうから。その次のね、6時6分急行伊豆津川行き4両というのもまあまあやばいと思いますけどね。なんかやばい電車同士のなんか連続で面白いですね。はい、というわけでね、ちょうど急行名張行きが来るみたいですね。途中の停車駅は鶴橋、布施、河内国部、五井堂、そして大和八木、桜井から途中じゃない、終点の名張まで各駅と。昔確かね、灰原までね急行運転してましたが、あの今はですね、もう桜井までで急行運転は終わりで、でそこからはですね、まあ各駅に止まりつつみたいな、そんな感じですね。というわけでね、あの絶対にねこれやろうなと思ってた車両が来ましたね。こちら、はい、2410系ですね。今回はこちらの2410系で終点の名張まで移動していこうと思います。前がですね、分かりません、前も多分2410系で、後ろ多分これ W21 でしたっけね、知らんけど。なんかすごい、なんか21ってね、なんかいいですね。あの私シリーズ21大好きな人ですから、はい。だけどトイレ行きたいけど間に合うかな、まあ、ちょっとトイレ行ってきます。というわけでですね、トイレに行ってました。まあ、このね2410系にはですねトイレがありませんから、あの、まあ、万が一トイレしたくなった場合っていうのは駅で降りてしないといけないんで、まあ、時間のロスになるというわけでね、とりあえずですねトイレを済ませて皆さん乗ることをお勧めします。というわけでね、早速こちらの2410系に乗って終点の名張まで行こうと思います。なんだかんだ言って久しぶりに乗ります。前はですね2410系の、W24 でしょうかね、はい。というわけでね、とりあえず、はい、乗っていこうと思います。楽しみですね、はい、はい。というわけでね、乗っていこうと思います。
はい、というわけでですね、名張に着きました。というわけで名張からこちら急行伊勢中川行きに乗っていきます。車両はですね、前が2610系、後ろはですね、あの安心断然のね2410系ですね。まあね、多すぎ、反対側ね、すごい VX だったりね、シリーズ21とかね、そういうのがおるのに対してですね、なんでこっちのんの全部あのロングシートで抵抗制御車ばっかりやねんって言いたくなりますけどもね。まあでも今後ね、近い将来引退することが決まってるんで、そう考えたら今乗っておくのもなんかいいなと思いますね。はい、というわけでね、とりあえずですね、これに乗って終点の伊勢中川まで行こうと思います。まあとりあえずですね、あのこの急行に関してはですね、ちょっと別で動画をね撮りたいなと思ってて、まあその動画でちょっと詳しくね紹介していこうかなと思います。はい、というわけでですね、伊勢中川に着きました。この急行に乗ってきた動画に関してはですね、また別であの詳しく紹介してるんでね、よかったら、まあ、一応リンク貼ってると思うんでね、まあ、見ていただけると嬉しいです。はい、というわけでね、今からはですね、名古屋線にね乗っていきます。名古屋線に乗って桑名まで行くと、ちょうど向こう側にね特急名古屋行きがあるんでね、別に乗ってもよかったんですけどもね、うん、それやったらもう最初からね、もう上本町からも乗ってます。はい、というわけでとりあえずですね、まあ移動して4番乗り場の方へ移動していこうと思います。はい、というわけでですね、名古屋行きの急行がやってきました。車両はですね、こちら5200系って言いそうですが、こちらね5211系っていうですね、また別形式なんですよね。でこれ前がですね、なんて形式か分かりませんけども、これ2810系の2両編成版でいいんでしょうかね。いやー、どうなんやろ、分からんな、どうなんやろ。2810系の2両版とかやったら、まあまあまあ名古屋線でしか乗れないねレア形式やからあれなんですけども、どうなんですかね。まあでもせっかくなんでね、5211系も確かね大阪の方ではね走ってないんでね、せっかくなんであの乗ろうと思います。というわけでちょっと写真だけ撮ってね、ちゃっちゃと乗っていこうと思います。というわけで乗っていきます。この電車は6両編成です。お手洗いは前から3両目と一番後ろ6両目にございます。途中、桃園、北井、南ヶ丘、新橋、江戸橋、白子、伊勢若林、塩浜、四日市、Train, Express, Mount Ford.
というわけでですね、発車するというわけで乗っていきます。で、この駅からはですね、5211系の方に乗車していこうと思います。名古屋行き急行が、というわけでですね、桑名に着きました。というわけでですね、まあ、近鉄はここまでで、ここから先はですね、元近鉄、まあ、現養老鉄道ですね、養老鉄道の方に乗り換えていきます。ただですね、一応45分なんですよね、はい、5分乗り換えで切符も買わないといけないんでね、ちょっと焦り焦りていかないといけないというね、結構鬼畜ですね、はい、というわけで早いことですね、乗り換えていこうと思います。